はい、こんにちは、ハコタンです。今回はエンジンカー。以前ハコタン TV でデアゴスティーニのハマー、狭小性の8分の1でかなりでかいハマーのエンジンカーを走らせました。で、今回一般的なサイズ10分の1ツーリングカーサイズのエンジンカーを2台購入してみました。で、このサイズのエンジンカー、現在タミヤだと TG10 Mark II、そして狭小だと FW06 などがあります。狭小の FW06 の方がちょっと安くて、新車でも3万円ぐらい、しばらくねずっと売り切れの状態だったんだけど、また最近ね販売されてます。送信機とかついてるフルセットの方は、ね、相変わらず売り切れみたいなので、そっちのレディーセットの方もねまた販売してほしいなと思います。で、新車のエンジンカーもね走らせたいんだけど、まだちょっとね練習用ということで、今回は2台とも中古の車体を購入しました。だいたいネットオークションやフリマアプリなので1万円以下で買えるようなエンジンカーを購入してみました。どっちも結構ね古い車体なんだけど、こっちが狭小のピュアテン GP スパイダーマーク2、そしてこっちがタミヤの TG10。 現在再販されてる TG10 マーク2とだいぶ違って、 TG10 のおそらく一番最初のやつだと思います。で、この古い TG10 はこのギア周りにカバーがついていて、これオフロードでも走らせることができそうなので、こっちは今度ラリーカーのボディなどの人で走らせてみたいと思います。で、今回こっちの狭小の方、これねエンジンがねちょっとねかかるかどうかわかんないんだけど、とりあえずねかけてみたいと思います。中古で約5000円ほどで購入したこのエンジンカー、エンジンがかかるかやってみたいと思います。ちなみにこのスパイダーはこの間のハマーと違ってエンジンが横置きになってます。そしてマフラーがちゃんと後方から排気されるようになってます。この後方排気を気に入ってこの車両を買ってみました。そして駆動はベルト駆動の 4WD になってます。フロント周りはこんな感じになってます。そしてシャーシの裏を見てみると、これあまり傷がなくてほとんど走らせてないようです。ほとんど走らせてないみたいなので圧縮も問題なさそうです。そしてキャブレターの固着もありません。そしたら一旦プラグを外して、グロープラグを外して、まずプラグがちゃんと赤熱するか見てみます。古いプラグなので、ね、ちゃんとバッチリ赤くなりました。プラグはとりあえず、ね、大丈夫そうです。熱っ。そしたらこのエンジン、おそらく何年もかけてないと思うので、一応潤滑の意味でこの WD40 を挿して、このキャブレターとこのプラグを外したところから WD40 をちょっと吹いて、そして何度かクランキングさせておきます。そしたらニードルも一度外して、ここも詰まりなどは特にないようです。そしてまたニードルを戻して、そして一旦一番奥まで締めていきます。この時に締めすぎないようにしましょう。もうキャブレターの調節ネジ、バイクなんかでも締め込みすぎると穴が広がってしまって粘着が取りづらくなったりしてしまいます。そしてあんまり強く締め込まないように、ここで止まったのでこれでやめます。そして今回ちゃんと説明書がついていたので、説明書を見ると、この初期のニードルの位置は2回転戻した位置ということなので、今締め込んだところから2回転戻します。そしてこのキャブレター、この間のハマーよりさらにシンプルで、ニードルが1つしかありません。あとアイドリングを決めるネジがもう1つあります。そしたらこのキャブレター調節スクリューを2回転戻します。1、2、2回転戻しました。そしたら燃料タンクの中、特にゴミとかなさそうなので燃料入れます。燃料はこの間と同じ OS のフィールドマスター、オンロードでもオフロードでも使えるやつ、これのニトロメタンが20のものを使います。燃料を入れて、よし。そして指導性が良くなるようにシリンダーにも直接燃料を少し入れておきます。これね、これ入れすぎるとおそらく、ね、コンロットに負担がかかってしまったりするので、入れすぎるとねあんまり良くないと思います。キャブレターから直接ちょっと入れておいてもいいと思います。で、ちょっと回しておいて、そしてプラグを取り付けます。そしてこれでかかればいいんだけどな。そしてプラグヒートを差し込んで、そして少し待ってからこのリコイルを引きます。それでは、ね、早速引いてみます。お、かかりそう。あ、いきなりかかりそう。おお、お、来てる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 。お、かかった。そしたらプラ
でシートを抜きます。あ、すごい、すごい簡単にかかった。はい、というわけで中古の古いエンジンカー、無事にエンジンかかりました。やっぱり裏もすごく綺麗で、ほとんど走らせてなかったみたいなので、エンジン周りもね、古い割にすごく綺麗で、あとキャブレターにしっかりこのエアクリーナーもついていたので、こういった形でね、エアクリーナーがついていたので、そのおかげでね、キャブレターの中も腐食してなくてね、とてもいい状態でした。やっぱり中古で長く放置してあるエンジンはね、エアクリーナーがしっかりついてる方がだいぶ程度が良さそうです。そしてエンジン周りはすごく綺麗なんだけど、このメカ類に電源を送るこの電池ボックスなどがもう腐ってしまっていて、長年乾電池が入ったままでもう液漏れして腐ってしまってます。これ、ね、電池ボックスが乗ってるところのね、シャーシもね、ちょっと腐食してます。そしてメカ受信機とサーボは古い3話のものが載っていて、このコードが赤黒の旧3話のメカが載ってます。そして送信機も古いこの3話のものがついてました。クリスタルもこれすごく古いやつがついてます。で、送信機の方もこれ電池が入ったままでもうどうやらこれも電池が腐ってしまっていて全然開かないので、完全に電池が中で腐って固着しているようです。で、どっちにしてこれ綺麗にしても電池8本使わないといけなかったりするので、もうこの受信機も交換していつものタミヤの 2.4GB に交換します。なのでこの腐った電池ボックスとこの古い受信機とりあえず外します。そしたら受信機の裏の粘着面にこのパーツクリーナーをかけて、はい、パーツクリーナーをかけると簡単に剥がれました。そしたらコネクターも外してしまって、そして電池ボックスは結束バンドで止まっていて、どうにかこれどうにか、はい、電池ボックスどうにか外れました。もうボロボロです。そしたらここのステアリングサーボと、あとこのエンジンのキャブレターのスロットルとこのブレーキを動かすサーボ、これどっちとも古い3話のサーボで、このままだとタミヤの受信機にさせないので、このコネクターの部分をこういった感じでこのタミヤや双葉にも使えるように組み替えます。配線を引っ張りながら爪を押さえていくと、はい、抜けました。そしたらこの配線の順番を入れ替えて、このアマゾンで買った双葉用のコネクターに差し込みます。はい、綺麗に差し込むことができました。これでタミヤの受信機に問題なくさせるようになりました。そしたらステアリングのコネクターを1チャンネル、そして2チャンネルにエンジン側のコネクターを差し込みます。でちょっとマシな電池ボックスがあったので、これをこの受信機の一番下の B の部分に差し込みます。これでとりあえず配線ができました。そして電池ボックスに単三電池を入れて、そして送信機スイッチオン、そして車体の電池ボックスのスイッチをオン、を送信機を動かしてみるとちゃんと動きました。アクセルの方もちゃんと動きました。そしたらメカも収まってブレーキの調整もしたので、早速鳴らしを兼ねてテスト走行してみます。あとエアクリーナー忘れてた、エアクリーナーもスポンジがボロボロなので、もうこうスポンジは全部出してしまって、もうベトベト、古いとねやっぱもうスポンジはボロボロになってしまいます。パーツクリーナーで綺麗にして、そしてバイク用のこの汎用のエアクリーナーのスポンジを切って使います。アップガレージライダースでだいたい300円ぐらいで売ってます。だいたいの形に切っていきます。一応エアクリーナーオイルを塗っておきます。そして蓋をすれば完成です。エアクリーナー復活しました。そしたらちょっと広いところに持ってきました。でほとんど走らせてない車体だと思うので、もう説明書に載ってるブレークイン鳴らしからやっていきたいと思います。すごい説明が結構ね、いろいろまどろっこしい言葉で書いてあるけど、簡単に要約すると、最初 2,3 ターンかものすごくゆっくり走らせて、その後ほんの少しずつニードルを絞っていきながら10ターンクほど鳴らしをしてくださいっていうことです。そしてニードルの位置は最終的に1と4分の3回転を目安にするといいようです。そしてエンジンが壊れないようにする注意点としては、やっぱり鳴らしをちゃんとするっていうのと、ニードルを締めすぎない、燃料を絞りすぎるとオーバーヒートの原因になります。あとタイヤが浮いてる状態でむやみに空ぶかしすると回転が上がりすぎてコンロとか破損するそうです。ちょっと燃料を送ってやって、お、すぐかかった。スローと走らせてみます。スタート、お、走ってる走ってる、
すごい楽しい。もうエンジンがかかって走ってるってだけで楽しすぎる。そしたら最初2、3ターンかこれぐらいゆっくり走らせたいと思います。温度全然上がんない。そしたら燃料3タンク目を足して、今3タンク目走らせたんだけど今ちょっとガス欠してしまって、完全にガス欠させてしまうと一瞬で燃料が薄くなってエンジンがぶん回ってしまうので、鳴らしの時は特にガス欠させない方がいいと思います。そしたら4タンク目を燃料入れて、そしたら4タンク目、あ止まった、あれ止まった、なんかエンジンすぐ止まるなと思ったら逆に開いてた。もう一回ちょっと一回閉めて開いて、そして右回りで少し閉めます。タイヤが古いからすぐ滑る、すごい滑る。さあ、そしたら少しずつ回していこうと思います。温度はさすがに少し上がってきました。はい、というわけで無事にこれ中古で5000円程度で買えるエンジンカー走りました。でこれ鳴らしの途中だったんだけど、これなぜかねフロントが全然駆動してなくて完全に肉の状態で走ってました。なのでね結構ね簡単にスピンしちゃって、なんかフロントのデフがおかしい。でとりあえず帰ってきてこれもうとりあえず肉のままでもいいかなと思って、フロントデフはねもう全然駆動しない状態でとりあえずねジャイロを乗せました。なので次回はこれジャイロをつけた肉の状態でどれぐらい走るのか、ジャイロをつけたことでスピンがちょっとマシになるのかやってみたいと思います。そして次回は鳴らしちゃちゃっと終わらせてねボディを乗せます。 ABC ホビーのね旧車のボディ、これずっと走らせたかったのがあるのでこれを乗せて走らせます。 240ZG G ノーズの Z、 あとねマフラーをね簡単に作れないかねやってみたいと思います。でちなみにこの旧車のピュアテン GP スパイダー、オークションとかで、ね、GP スパイダーとかで検索したらね結構ね1万円超え1万5000円とかする場合もあるので、結構ちゃんと走りますみたいに書いてあるやつはもうね1万5000円とかねします。なので今回のねハコタンのやつみたいに安く落札したい場合は検索ワードはねもうエンジンカーのところで強ショートだけ入れて、あとはね安い方から順番に見ていってスパイダーとかをね見つけた方がね安く購入できると思います。なのでね同じの欲しい方は、ね、動画でねこの形をチェックしてね探してみてください。ニードルもねメインニードルもね1個で調節できるのでねすごくね簡単に走らせることができました。Losing time, I'm fading fast.
fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.